狙いはゲンガーとゲンガーワンパチワンパチ、うん、ちょっと見てみよう。ゲンガーとワンパチなんだって。マリンはポニータか、え、ルカリアもイーブイかメッソン、うん、サトシとか出たら死んじゃうかもしれない、うん、サトシ出たら死ぬよね。いらんでんけどサトシ出たら死んじゃうんですけど頑張りたいと思います。それでは1個目いきます。これってすぐ割れる？あ、なんか爪をぶっ刺すみたいな感じ。え、一緒にぶっ刺そう、一緒にぶっ刺そう。待ってえ、ぶっ刺してもまだ中にあるからね。あ、そうなの、うん、じゃあとりあえずさ、開けよ、開けよ。うわ、結構爪入る。硬っ。これ割れんのか。あ、いけるよ。一回爪ぶっ刺して押し潰したらいけた。無理なんだけど。ちょっとティッチュ、ティッチュ、ティッチュ、ティッチュ。はい。ちょっと開けれないんだけど。うん、あ、いた。よっしゃ。え、怖いって。どうしよう。よし。じゃあ行きますよ。でももうなんか色から違う気がするもん、なんか。わかる？わかんない。いくよ。いくよ。せーので。え？え？ポニータ？違うの？カイリュー。カイリュー？見てカイリュー。かわいいやん。カイリューってと。カイリューかわいいじゃんね。かわいいけど。え、なんか羊。ウールだって、ウール。これ。記載されたやつ、うん、これ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 、かわいい、ウール、かわいい、ウール、コトちゃんじゃん、ウールじゃん、ウールでした、コトちゃん、はい、ウールでした。はい、ということで次。え、いいの？カイリュー。あげる。くれるの？うん、じゃあウールあげる。はい。はい。やった。待って、下の部分。じゃ。カイリューゲット。カイリューゲット。あ、骨折れ。カイリューゲット。イエイイエイ。それ成立。スイカちゃん推しメン誰ですか？だって推しメンって何？何の推しメンですか？ポケモンのかな。ポケモン、ポケモンの推しメンは、ポケモンの推しメンや、闇タイプ、クイズ、うん、が好き。あ、あれあれあれ、シャンデラだって、シャンデリア、シャンデリアのやつ、なんかこいつなんかあれやん、あれなんて名前だっけ、あれで、あれロース持ってるやつ、シャンデリラみたいな名前、シャンデレラだって、シャンデレラ、シャンデレラじゃない多分、シャンデラだって、シャンデラシャンデラだって、だからロース持ってるでしょ、違くて、シャンデラ、これなんかさ顔溶けてるやつ、これこれ、え、可愛い、やろ、そうなの、かわいいね、そう、かわいい、シャンデラだってそれでは開けちゃいします。開けやすかった、これ、もうちょい買ってこればよかったな、ね、箱買いしたい方
いきますよ、2個目。それではせーの。ええ開かへんねんけど。えワンパチ。ええ羊羊やん2点もいらんしそれなワンパチあげるわじゃん。 えワンパチこれ。ほんまやワンパチや。えふんちゃん羊一緒やん結局ワンパチ出た。嬉しい。え間違った、間違った、なんかくっつけ方間違った。え買いに行きたいな。行く。じゃあさ、これ次もう買ってこようか。終わったら買って、うん、インスタライブしようじゃん。あ、オッケーオッケー。じゃないけど。え嬉しい。なんか、なんなんこれ、犬ダックス、うん、コーギーか。コーギーっぽいよ。はい、ワンパチ嬉しい。はい、羊も一回来た帰ってきた羊帰ってきたんですけど、かわいいです。昨日のやつどこ行ったんだろう。え昨日のポケモンどっか行ったんだけど。あ、いた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 。それも可愛いけどな。まあね割とでかかった。はい、チョコ食べよう。ゴミはこちらへ。はい、ゴミはこちらへ。開封はちゃいました。じゃんじゃん食べます。それってコンビニに売ってますか。うん、コンビニにもあるしスーパーにもある。シークレット何ですか。うん、何あの見たい。え、イーブイ、メッソン、ルカリオ、ゲンガー、カイリュウ、ピカチュウ、ポニータがいいな。え、ゴーイケメンやん、ゴー。どれ。あ、ほんまよね、メンタマが結構メンタマイケメンだね、うん、ゴー結構メンタマイケメンです。色味が、色味が、うん、シルエットあるならわかる。なーい、モンスターボールとかじゃない。今日漏れてるマリンどうですか。今日念入りにメイクしたんですけど、 YouTube だから。あと今日あのファンデーションを変えたんでいい感じかもしれない。前より。あ、ゼニガメいないんだ。本当だ、悲しい。うわー集めたくなってきた。
ウールいっぱい家にあったら笑うね。1個おいくらですか？1個200円、200円ね。かぶりなしでも4000円以上飛ぶ。え、それはちょっときつい、きついっすよ。うん、こうお茶ないと死ぬね。うん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 、今何時だっていうと28分。インスタライブ何時から？23時からじゃあインスタライブするとして、開封するだけのショールームでした。マリンちゃんお部屋の芳香剤何使ってる？なんかチャラチャラホームだっけ？うん、チャラホーム。もう匂い切れちゃった。スイカちゃんが教えてくれたやつ、違う、スイカちゃんが教えてくれたやつがもう廃盤になってた。廃盤になってたから新しいのを求めに行ってみました。チャラホーム、めちゃ食うやん。え、じゃあ2個分、卵2個分だよ。ご飯食べたくなったね。買いに行く？ダイエット中なんで？えらすぎ。ゆで卵食べたい。あるある。ゆで上がってるもん。ほんま。うん、それにしよう。とか言って食べたいみたいな。ちくわ食べよう。あ、ちくわね。いや、ローソンのちくわがいいんだってファンの人が言ってた。ローソン、YNN の卵王でマリンちゃん企画の卵似顔絵パクられててピエン。はぁ、マジ本当ね、マリンはあんなんですけどみたいな。抗議しよう、抗議。マリンさん、マリンさん、卵に似顔絵描いていいですかって許可取られてないな。世界に誰でもやってるよってね感じですよね。ね、やっぱりね、卵はマリンにあの許可をいただかないとダメですよねって言っといて、卵似顔絵はマリンちゃんのやつですよって。
企画料もらう。企画料何円ですかね。ちょっと期間空いた隙を突かれましたね。じゃあもしかしたらマリンの配信を見て羨ましくなったのかもしれないじゃん。まあそれはいいかなみたいな。うん、今日誕生日ミカニャンとのエピソードある。ミカニャンにスタバのドリンクチケットを送りつけた。うん、いつもスタバ飲んでるからチケットをプレゼントしました。優しいでしょ。オンライン面接会もパクられてた。パクられたんですか。誰でもできるよねそれ。それは誰でもできますよね。じゃあこれはね、唯一無二な企画を考えれなかったマリ勝負カンパニーの欠点です。これはね、どんどん新しいねものを生み出していかなきゃいけないんですよね、勝負カンパニーはね。マリンジャーの聞く盗まれがち。みんな向きで可愛い。いいですよね。誰でもねできる企画を考えたからダメなんですよね。むしろ真似したくなることを考えられる勝負マリン言うの赤字で、そうなんですよね、企画するのが好きなんですよね。裏方向きなのかも。企画者なんです。いやでもね、結構あるんです、そういうことが。例えばマリンがこれこうしたらもっといいんじゃないかなって提案するとするじゃないですか。そしたらそれはちょっとまだいいんじゃないかなみたいな、それは後でいいと思うとか、これあのいやまだ早いんじゃないかなとか言われて断られちゃったりするんですね。マリン結構強く言えないっていうのもあって、自信を持ってバンって言い切らないのも悪いけど、結構ね却下されちゃうことが多くて、まあ、日常で。そう、それでそしたら却下されちゃったわけじゃないですか、マリン。そしたらその物事が終わった物事が終わった後とかに、なんかスタッフさんにこれこうしたらいいんじゃないのとか、なんか先生とかになんかこれはこうしろよみたいな感じで言われてるのを 見てっていうか受けて、いやマリンそれ言ったんだけどっていうこととかが結構ある。それマリン提案したのに却下されたんですとも言えないじゃん。そうか、そういう時になんか悲しくなっちゃう。いや マリンさんマリンの企画力とかじゃないけど、マリンが思ったことって結構たまに合ってることあるよとか思ったりする。そう、でもそうそう、マリンなのが悪いんですよ。だから多分先生とか
もっと立場の上の人から言われたら納得するんだろうけど、マリンの言ったことは信じてもらえないみたいなねことが結構ねあって、え、それマリン言ったじゃんそれっていうのがね結構あって病む。ですよ。そういうのみんな言ったこと忘れてるから悲しい。そうなんだよ、そうマリンがそうやって前にアドバイスしてくれたなっていうことも覚えてないんだよね多分相手はね。わかる。わかる。いやだからなんか語彙力をつけろっていう話だよね。納得できるように、いや違う、納得できるようにマリンはあの時言った。もう一生根に持ってる。一生根に持つこれ。頑張りますね。子供の頃から人前で話すことは好きでした。話すのは別に好きじゃないけど目立つことは好きだった。何持ってこん。アリバイ作るのが大事。なるほど、頑張ります。頑張って行きます。委員長タイプ、いやあまり初期タイプです。学級委員には絶対入りたい。なんか学級委員とかなんか評価されるや役割には入っておくけど、一番上のリーダーはやらないタイプです。その学級委員会の中の一番下みたいなのとかやるタイプ。わかる。そう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 、一応なんか成績は良くなりそうなところにいとくけどみたいなっていうずるいあの小学生でした、小中学生でした。ということで今何時でちゅか。今は10時40分。じゃあ45分ぐらいに一回やめます。初期を発言しない、そうそう初期を発言しないからいいんですよ。でも字汚いから終わってるんですよね。え、何マシュマロ、え、何マシュマロ、マシュマロ欲しい。え、すごいマシュマロ、マシュマロください、かわいい。インラインまでにチョコエッグ、え、皆さんチョコエッグ一緒に開けましょう。45分ぐらいにやめるのでチョコエッグをゲットしていきましょう。みんな可愛い、チョコエッグ可愛いね。マリンさんの iPhone 10 はどこ。ノーノー、ないね、ないね、ないね。ショーマリンの iPhone どこ。なくね。まあいいか。いいと。お尻の下ない、どこやったんだべ。まっか。あ、え、え、配信してた。見て携帯これ。病気すぎる。配信してた。
って感じ。ああ面白い。じわるね。忘れてた。お茶飲んだら飛び出すよ。面白いね。ということで、しょぶってます。そうです。今日もしょぶってます。いいですね。面白かったです。ということで次はインスタライブで会えたらいいなと思いますので、ランキングを読みます。配信してたは草ないよ。それな。気づかなかったもん。13位はじさん、12位はばちゃん、11位みものさん、10位こうやくん、9位ばやしさん、8位まりゅうさん、7位かべおれ、6位ゆうくん、5位こまみるさん、4位ひろきさん、3位ひろかちゅう、2位ゆうちゃん、1位せいひろさん、ありがとうございました。ということでまた後で会おうね。インライン何時ですか？23時かな。まあ30分ぐらいしかやんないけど多分。ということで、ありがとうございました。なんかちょっと聞いて、なんかあの STU さんのあの新曲めっちゃハマっちゃったんですけど。どう思う？めっちゃ好きなんだけど、なんかワルツみたいな感じ。え、見た？みんなめっちゃいい子だよ。ああいうなんか人形みたいなさ、なんかワルツみたいな感じのさ曲。 PV もめっちゃ可愛い。めっちゃ好きあの世界観みたいな。そう、独り言のやつ。そうそう、独り言のなんとかみたいなやつ。ずんちゃずんちゃっちゃ系。なんか振りとかもなんかみたいなめっちゃいい。 PV のあの色味とかもマジで最高だし、素晴らしいので、あの見てください。本当にいいわ。一人だけ真ん中で振りが違うとか、そういうのめっちゃ大好き。ということで皆さんさようなら。バイ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 バ